だ、急なムービー。ムービーが、アイテムが、あ、これあれじゃない、まさかシェリーのやつじゃない、まさか、これってまさか、そんな都合のいいことがあるわけが、そんな、ありましたそんな都合のいいことがありました。これで、あの所長がペンダント欲しがってた理由が分かったのかな。これが理由だったのかな、多分これが鍵だった。自分を、はい、ウイルスにかからないために欲しかったってことか。どうだろう、もしくはこれを金儲けの道具にしようとしたんじゃ。だって G ウイルスの、あのウイルス、抗ウイルス剤なんて出回ってないから、これがあるとなればもういいお金になりますよ多分。さあ、ウイルス剤を取ったぞ。これは、これキーキーアイテムか、うん、キーアイテムで、あの所持品には入ってないような。うん、そしてあの、じゃあまたセーブするんですね、これ。じゃあリストバンドも通しとけ。ええやん、もうアイテム欄に入れて、それいつアイテムなんやから。じゃあ帰りましょう。これで抗ウイルス剤が手に入ったんで、シリを助けることができる。どうやって助けるんだ。まあシリに投与するしたらいいんじゃない、抗ウイルス剤なら。簡単だろ。いやー、それは聞いてない。やっぱ生きてたか、あいつ。また強そうになってる、あいつ。近いわね。ああ。ウィリアム。な、え、な、ど、どうした？うお。ただの弾じゃないな。足引きずってるのはあれ前からだっけ？いや、まあまあ。もしかして一回やり合ったのか、ウィリアムと。確かに。前からじゃなかったはずだ。こいつは何？私の夫だった。夫だった、離婚したんか。いや、そういうことじゃないと思う。そういうことじゃねえ。あ、そういうことじゃない。結構ピンピンしてるじゃん。こういうこういう結構ピンピン。さっき撃たれた。さっき撃たれたばっかりだよ。 あ、もう撃ってたのか、ウイルスをこの時には。あ、そういうことか。だからか、結構ピンピンしてると思った。そういうことか。ウィリアム、もっと早く殺すべきだった。でもこれ撃ってても多分やれてないんじゃないか。もうウイルス効果で変異し始めてたし。当たり前でしょ、お互い結婚より仕事を優先してた。シェリーのことは、え、結婚してないってこと、つまり地獄のような街で。あ、でもアネット・バーキンだから多分、あの子のいる世界に G ウイルスをばらまくわけにはいかなかったのよ。後ろ後ろ、あー、あなた、うわぁ、これは。これただの弾じゃないな、今撃ってたの。硫酸、硫酸っぽかったの、なんか。これがヒットだったりする、もしかして。また、ね、ね、さらにパワーアップしてる、あいつ。硫酸弾っぽいな、これ。硫酸なのかな、なんか特別な、特別ななんか、うん、弾のような気がする。はい。え、ワンチャンこれがヒントだったりする？こいつ、こいつの戦いの。硫酸弾を持ってこいで。今までも完全に息の根を止めたと思ってたからな、意外とも。さあ、じゃあマジートの。またやり合うことになるわけですよ。ラスボスか。さて、どうだろう。さすがに、うわっ、はい、イージーな、キャンチョーな、キャンチョー、もう黄色だよ。近い近いよ。あ、これ使っ、信号変調器、信号変調器これで使ってみる、無理やろ。さすがに無理、危ない。はい、硫酸ないですからね。そう、あの持ってきてないんだな。まさかこんなことになると思わなかった。あいつめちゃくちゃやりやがる。うわ、無理です。何、即死攻撃やろ、ゾンビでも。一応回復はあるが、まだ有効弾が入っていない。先行弾か。まあ、あるってことは使えってことだよね、多分。あ、意外と大振り。
あっちこっちに目がついてんだあいつ。死ぬんだぞ。よし、あれ、あ、目が閉じちゃった。目が閉じてるんですけど。あいつ恥ずかしがり屋さんなんだよ。ダメージを抑えれるとか、それでも2発でもうコションか。どうだめ。でも減ってないぞ HP。 背中にも目ついてんのかあいつ。これめんどくさいな。無理です。防御力アップあっても4発でもうデンジャーか。あいつバックステップしやがったあいつ。まずい。またあいつめちゃくちゃやりやがる。あぶねえ。障害物を挟めばかわせるか。あいつどこ掴んでんだ。うわあ。あとハーブ持っていくか。ハーブ持っていこう。こんなもんかな。ね、防御バフもあるし、一応4発ぐらいまで耐えれるのか。防御アップがつけば4発か5発ぐらい。デンジャーの状態だと1発耐えれるのかな。防御力アップついてたら。そこが分かんないところだけど、耐えれんかったか。でもさっきのやってた時、まあ、あとはしてアイテムも落ちてるでしょうかね。あ、ダメだ、レストタグないと取れない。ここマジで、ほら、あの、開かない。本当よ。つまり1枠はリストタグが必要。腕つけろってなあ。腕つけようぜマジで。ナイフはいるかなあいつとの戦闘で。まあ、つかみ攻撃してくるかもしれないですけど、一応先行あるんで、うん、まあ使っていこう。じゃあリストタグ持っていくか。腕つけようぜマジで。1個、あの先行し、あの手榴弾3つ持てる。これ持つ代わりに命がかかってる。分かってる。よっしゃ。じゃあ行くぞ。もうフル装備や、今回は。もしね、はい、リストタグが、あの、アイテムの枠として扱うんだったら、はい、シェリーの、あの、ペンダントだってさ。そうだよな。よし。さあ。何これ。取れないだろうけど。多分取れない。頼むわ、頼む。来てきてる。よし、撃て撃て。今何装備してんだ。グレネードランチャーですね。どうだ。あ、目玉潰れたんじゃない。背中のちょっと食らってる。あ、ひるめんでる、ひるめんでる。苦しそう。背中の目玉潰れたかも、多分今ので。やはり有効か。マジで、うん、潰れたように見えたけど、ついでに目玉やりたいね、これで。外した？そう、動くんじゃねえ。よし、1個潰したぞ。あと足のやつか。あ、まずい。隠れろ。ナイス。燃えてる。通れねえぞ、これじゃ。ナイス、炎消えたのか。ナイス。左太ももでしたっけ。あ、よし、狙いやすい。やったか。あ、ダウンした。 あ、なんか弱点みたいなのが。撃て撃て。これが弱点だ。あ、赤くなってきたぞ、弱点が。まだ露出したままのか、弱点は。強えな、強えな。有効だな、とりあえず。またあいつ、あいつ持ってる状態でひるんだらどうなるんだ。あ、また目玉が出てる。あの、持ち上げて、ぶん投げようと持ち上げてる状態でひるんだらどうなるんだ。うわぁ、イエーイ。まだだ、まだいってる。意外と楽にいけるんじゃないか、これ。13段があれば。え、近いって。うわ、ノーダメ、ノーダメ。大丈夫、大丈夫。まだ、まだある。ま、これ使い切っちゃった。あ、つかみに行くんかなって思ったんですけど。あー、弾込めてなかった。弾、あの、込める前に、あ、よし、今がチャンスだ。外した。まずい。うわやってくれるじゃねえか。まだ防御力アップあるからね。あ、慌てることはない。お、
足の目玉に当たったぞ。背中なんだよな、問題は。ナイス。あー、危ねえ。こういう時、こういうタイミングだな。あと2発あと2発しかない。飛ぶあいつ。おっと危ない。先行手榴弾止めるってことはな。あとは動きを止めて、そのうちに背中に回り込んでやる。グハまだいい、まだいい、まだいける。危ない。使うか。今のうちに背中に回り込んで、多分しばらく来るものだったね。あっはずあ、やった？やった？いや、多分まだ。あ、でも弱点露出したぞ、胸の。どこ行っちゃうんすか。またあいつ。それはまずい。すごいものを持ち。とりあえず隠れとこうか。ミドルショットもあるってことは。よし。まだまだ物資には余裕がある。まだな、まだ生きてるぞ。よし、まだ2つあるからな。よし、これであと1個。先行。もうでもね、もうね、もうだいぶ弱ってるんじゃないかな、多分。さあ、露出してるうちに胸の弱点を攻撃したいところではある。くらえ。ショックライ放電。聞いてるのかこれ。危ね。聞いてんのかこれ。どうだ、胸に当てないと、胸に当てないとダメなのかな。胸のあの目玉。ヘッドセントのね、多分電池がちょっとやばいんで、もしかしたら突然私の音聞こえなくなるかもしれない。まだ大丈夫だと思うけどね。はい、あいつまためちゃくちゃする。 あいつまためちゃくちゃして、あ、向かい側だな。うん、奥側だ。うわ、いてー。お、ひるんでるぞ、いいぞ。あ、倒した。最後、パパパパパって最後。硫酸がめっちゃ強かった。うん、簡単にひるみ。やっぱヒントだったんだな、さっきのアネットのあれ。